私は中国の人々に対する、朝鮮の人々に対する、アジアの人々に対する何らの憎しみの一点もありません。ですから彼らの戦争をする、いがみ合う、殺し合う、言いたい。私は中国の人々と戦争をしたくない。理由がないからです。憎しみがないからです。いや、憎しみがないだけではない、彼らを心から尊敬し愛し嫌がっているからです。彼らの歴史に学び、ここに歩んでいきたいからです。どうかこの私の身ではない、日本人の全員のこの垂れ幕の日の短冊の願いを、首長として、代表者として、指導者として聞いていただきたい。どうぞ止まってください。どうもありがとうございました。皆さん、じゃあもう一回心から今のアピール。6時になりましたので、今まで別の団体の皆さんがアクションやってましたが、6時から7時半までは、本日はストップ TPP 官邸前アクションを始めたいと思います。7時半からもう一度、今のグループが再開されるということなので、私たちは6時から7時半ということで、ストップ TPP 官邸前アクションを始めたいと思います。で、最初にですね、今スタッフの仲間の一人が、皆さんのお近くに行ってですね、なんと短冊をお配りしています。各県とかもありますが、で、今日は7月7日七夕の日ですよね。それで私たちここでもいろんなアクションをやって、演劇をやったりとか、1年前の七夕、2年前ですかね、は新宿でやっぱりこう短冊にいろんな方に、願いを書いてもらったりということをしてきたので、今日いらっしゃってる皆さん、よろしければですね、その短冊を取っていただいて、願い事を書いてください。で、後でどっかで時間を取って、この笹にですね、くくりつけていくという時間を取りたいと思います。で、当然ですが、TPP の反対のアクションですので、内容に関しては皆さんそれをよく踏まえて書いていただけたらと思いますが、裏に個人的なお願い事を書いてもいいんじゃないかなとも思います。お任せいたします。ではですね、ストップ TPP 官邸前アクションを改めて始めたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。新聞報道ではですね、6月末のアメリカ議会の、大統領への貿易権限の法案が成立したということで、一気に妥結するというような記事が書きまくられています。しかし、それはそんなに簡単にいかないと、いかないどころか、私たちがもう一回頑張ってですね、この安易な妥協をする、妥結ということを、この7月がまさに本番、食い止めようということで、ちょっとこの今月のアクションは急な決定だったんですが、本日開催をいたしました。で、ちょうど今日のいくつかの報道ですね、7月の28日あたりから、ハワイで閣僚会合が、ほぼあるだろうということも報じられています。ですから、アメリカの TPA 法案が通った後、確かにですね、状況はこれまでとは少し変わりました。ですが、12カ国の TPP 交渉それ自体はですね、非常にさまざまな懸案がまだたくさん残っています。で、妥結も近いと言っているのは日本政府と日本のマスメディアぐらいでですね、他の国、中南米のペルーやチリ、それからシンガポール、マレーシアという国はですね、これから交渉が改めて行われる、安易な妥協はしないんだということを表明しています。ですから、今日はですね、改めて、
ストップ TPP という訴えを皆さんとしていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、それではですね、国会議員の方がもう早速お見えですので、ご紹介いたしましょう。ちょっと今月はやや不定期になってしまったんですけども、にもかかわらずですね、もう本当に皆勤賞で、毎回来てくださっています。日本共産党参議院議員の上智子さん、それから、衆議院ですね、はい、衆議院議員の畑山さんです。よろしくお願いします。お二人それぞれ一言ずつ。ストップ TPP 官邸前行動に参加の皆さん、こんにちは。共産党参議院議員の上智子でございます。6月29日に米国の議会で TPA 法案が成立をしました。でこれを受けて日本の安倍総理は大きな前進だと、で日米のリーダーシップでこれは早期に妥結するために努力するなどということを言いました。また甘利大臣は7月末に妥結することができれば10月末から11月に署名することができるなどということを言っていますけれども、皆さんそうは問屋が下ろさないということでありまして、さらに一層ですね、声を上げてこれをステップさせるために力を合わせようではありませんか。私は7月3日の参議院の本会議と今日実は農水委員会がありました。ここで質問いたしました。 TPA が成立したことをそんなにあなた方手放して喜んでいいんですかと。この TPA 法中身について分析してるんですか。日本の国内にどういう影響を与えるかということをちゃんと分析した上でそんな喜んで言えるんですかということを聞きました。聞いてるんですけれども中身に触れての答弁がされないんです。皆さん何度かこの場でも訴えてきましたけれども TPO の中身を見ますと結局自由貿易の問題でその歯止めになるようなことについてはそれを変えさせていかなきゃならないということが書いてあるわけです。アメリカ合衆国の利益に阻害するような中身、例えば関税についてもですね、これはアメリカよりも低くしなければならないとか、あるいは遺伝子組み換えなどの表示問題をめぐっても自由貿易の妨げになるようなものはこれはダメなんだということが書いてあるわけでありまして、そういう中身を持ってこれがアメリカ政府で成立したってことはそれに基づいて今後日本に対しても要求を迫ってくるってことになるわけです。そうすると日本政府がいくら決議を守ると繰り返し言ってもこれは守れない状況になるじゃないかということであります。で現に、9日10日と日米の2国間のまた協議が行われることになってますけれども、フロマン代表は何と言ってるかっていうと非常に高い水準が求められているということを言ってですね、いわばもう一回この仕切り直しのあるかのような、全ての例外なく全てのものが交渉対象なんだということを言って、日本のようにもっと日本の条件考えてほしいと言ってることに対してはいわば牽制する発言を行っているわけですから、これはもう本当にですね大変なことになるということでありまして、それは到底許すわけにいかないし、そんな甘い姿勢ではダメだということでありまして、私たち国内でより一層の世論と運動を起こしていこうではありませんか。国連の、専門家会議の皆さんが声明を出しておりますよね。結局この自由貿易拡大っていうのは各国の人権を損なうことになりかねないことなんだということで声明を挙げているわけです。世論と運動を広げ国際社会とも連帯しながらこの TPP 断固阻止ということで引き続き皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。
官邸前の行動にご参加の皆さん、お疲れ様です。日本共産党衆議院議員の畑山和也です。今日もストップ TPP のネクタイをして参加しています。今基本的な情勢については上智子参議院議員から話があった通りです。先日衆議院の農林水産委員会でも私から国連の専門家からこの TPP についての懸念が表明されているんじゃないのかと政府に話しました。外務省が最初答弁に立ったんですが、法的拘束力はありませんという質問もしていないことで言い逃れをしようとしてたので、そんなこと聞いてない、どういう立場の人たちが懸念を示しているのかちゃんと答えなさい、私から改めてただして、食料だけでなく様々な人権分野に関わる方々がこのような心配をされているということを答弁を引き出しました。様々な形で TPP に対する懸念が出てきた。国連だけでなくアメリカでも TPA を通させないために労働組合や市民団体の皆さんも様々な活動を続けてきたのはご存知の通りだと思います。その中でも一緒に国際的にも力を合わせ、このような悪法を止めるために頑張ってきたのが日本のここにも集まっておられる皆さんの力だったのではないのでしょうか。先月ですが、私の選出である北海道では、北海道の医師会、そして歯科医師会などが主催をして改めて TPP 問題を考える学習会、講演会が行われました。内田翔子さんに北海道まで来ていただいて、実際の TPP の問題点や、あるいは世界で広がっている TPP 反対の運動も紹介をされて、参加されたお医者さんなども本当に感激をされていました。歯科医師会の確か会長さんだと思いますが、健康を守るためにもこのような TPP はやっぱり私は反対だということを力強くも表明されていました。こういう一つ一つの積み重ねが日本政府の TPP 前のめりを食い止める力となってきていると思います。甘利大臣はそれでも前のめりになって、今月中に何が何でも妥結するんだというような姿勢を見せています。ここが頑張り時です。私たちも国会で引き続き論戦で政府を追い詰めていきたいと思います。そして皆さん一緒にこの TPP の問題点、さらに周りの方にも広げていきたいです。安心して文字通り暮らせるための日本としていこうではありませんか。頑張る決意を最後に改めて表明して、私日本共産党衆議院議員畑山和也からの挨拶といたします。頑張りましょう。はい、上地さん、畑山さん、ありがとうございました。今おっしゃってくださったように、全国ではですね、このいよいよ妥結だというニュースばかりが流れる中で、本当に皆さん不安に思っていらっしゃる。そしてそれだけではなくて、改めて反対の声を届けようということで、いろんなアクションも行われています。ちょうど今全国的には戦争法案反対の凱旋などですね、ここで国会の前でもやってますけども、そういった動きともですね、連動しながら、運動の輪が改めて広がっているということを、私もいろんなところに行って実感しています。なので、まさに国会に一番近いこの場所でやっている私たちもですね、もう一回頑張っていこうというふうに思います。それではですね、何人かスピーチをしていただきたいと思います。労働の分野で、この TPP 反対ということにずっと一緒に取り組んで、来てくださってます、全労連の、橋口さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今紹介いただきました全労連の橋口と言います。今までいろんな話がありましたけれども、この TPP の問題では
その交渉の中身がどうなっているのかというのが全く明らかになっていない。まさにあの国民に本来こうなってるよということを知らして、それでいいですかというふうに言うのが今の国の役割、政府の役割なんじゃないかなというふうに思うんですが、全く交渉の中身が知らされていない、そういうようなことだというふうに思います。米の輸入どうするんだ、あるいは関税はどうするんだ、こういうようなことが国民は本来知らなければならないのに全く知らされてない、こういう状況は絶対に許せないというふうに思います。国民が主権なんですよ。そういう観点から言ってもまさにこの国民に知らされない状況、これは絶対になくていかねばならないなというふうに思いますし、まさにその TPP の問題、国会決議、これが守られているのかどうかもわからないような状況では、これはもう撤退しかないというふうに思います。実は先日農水省との労働組合や農業関係の団体の皆さんと一緒に、まあ、交渉といいますかやり取りを行いましたけれども、この TPP の問題で言えば国会決議が守られているように、国会決議が守られているようにしていきたい、こういうようなことで、これ以上でもこれ以下でもありませんし、またその内容も全然触れてくれないという、そういうような状況です。労働組合の労働者の問題で言えば、今この TPP に関係いたしまして、アメリカだとか、あるいはオーストラリアだとか、あるいはマレーシアだとか、さまざまなところで労働組合自身が反対の先頭に立っています。私たち全労連もこの TPP は労働問題だけではなくて国民の主権の問題、ISD の問題、ISD 条項の問題もあり、あるいは食の問題もあり、これはもう絶対に許せない、こういうことでこの反対の取り組みに参加をさせていただいています。皆さん、この TPP の反対の取り組み、この7月が大きなある意味山場になっているというふうに思います。確かにアメリカは TPA の問題で、これは大統領の関係に任をいたしましたけれども、しかし TPP の交渉の中身を中身についてはですね、これからということになるわけです。私たちがこれから先にどれだけ頑張るか、この7月で、7月はもう本当に大変です。憲法の問題もあり、労働者の問題で言えば労働者派遣法の問題もあり、またまたさまざまな問題もありますけれども、この7月が精一杯頑張ってこの TPP を漂流させていけるように、先ほどの短冊で言えば流れ星となって流れていけるように、私たちも頑張りたいと思います。皆さん頑張りましょう。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に流れ星になってどっかに消えていっていただきたい強く思います。はい、それではですね、続きまして、さっきいろんな地域で運動がどうぞまだまだ進んでいると申し上げましたけども、こちらの方もその一人ではないかと思います。三郷でですね、TPP を考える会をやっております。三郷早稲田 TPP を考える会というのをやっていらして、学習会をやったりとか、もう何年ですか、会ができてですね、3年くらい前からやって、官邸前にもいつも来てくださっている大鶴美彦さんです。お願いします。はい、歌人で俳人の大鶴美彦です。三郷早稲田 TPP を考える会の事務局長もやっております。最初に戦争法案に反対575、575、577募集の案内をします。
1ヶ月間で500通の三種系文学を集めるということで今やっておりまして、ネタが多すぎて作品がどんどん出てきて止まりません。戦争に行きたくなくて震えるような作品がたくさん寄せられています。ツイッターやフェイスブックでぜひお寄せください。昨日までで575が122、575cc が224、合計346の作品が寄せられています。目標は500です。さて本題です。三郷早稲田 TPP を考える会では、過去坂口正明さん、内田翔子さん、安田美恵さん、皆さんおられますが、ご講演をいただき、先月は松田佳子さんのいただきました。各界50人ぐらいの参加ですけど、この4回の講演会は三郷市の多くの団体個人のご支援をいただきまして、開催されました。すべての障害学習センターとほとんどの団地の管理組合の掲示板には TPP の大きな文字が踊っていました。また、この4回目は IWGA さんにも生中継をいただきまして、今日もやっておられますが、U プランさんにも中継録画をアップいただきましたので、ぜひご覧ください。検索タイトルは TPP をめぐる日米の最新情報です。または三郷 TPP、 または松田佳子ですね。アメリカの中の力関係がですね、非常によく分かりました。で、TPP はこれまでも、牛肉の月齢制限がなくなったり、事前協議の中で漢方生命が、アフラックと提携させられたり、いろんなことが行われてきました。そもそも TPP は関税や医療制度など国民の生活を守る制度を撤廃して、多国籍企業投資家が利益を生む仕組みを作るものです。端的に言えばアメリカによるアメリカのための悪巧みです。全世界でその強引な要求押し付けに反発が広がっております。閣僚会合が今月末に開かれるなど動きは複雑ですけども、どうしても WTO のように漂流化させなければなりません。我々の戦い取り組みもそのために少しでも役立てればいいと思っております。TPP の完全中止を求めて頑張りましょう。ここで恒例の短歌を、七夕用ではないですが、 TPP 誰が利益を売るだろう、私やあなたではないだろう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、スピーチが続きましたので、ここでコールをやりたいと思います。大きな声でですね、官邸や議員会館に向かって、アピールをしたいと思います。やってくださるのはポストマンさんですこのままでできるかどうかやや不安ですが、はい、それでは大きな声を出していきたいと思います。この前に一言、今この前に戦争に反対する人々が来られたと思ってね。で、 TPP を推し進める人、戦争をやろうとする人、皆同じです。つまり私たちは共通の敵に対して文句を言っているわけです。そしてこの瞬間でおられる方は言っても分かりません。だから大きな声を上げて分かるまで聞かせてやろうということで、お体力をお願いします。はい、いきますよ。第1条優先の TPP はいらない。第1条優先の TPP はいらない。暮らしを壊す TPP はいらない。
拓殖大学の関義樹さんが今日来てくださってます。どうぞこちらに。はい、関さんはいろんなことにお詳しくてですね、フィリピンのことだとか森林問題だとか環境、それから最近では自由貿易そのものに対する批判ということも積極的にやっていらっしゃいます。ではお願いします。久しぶりに参加させていただきました関です。皆さん、TPA 法案がアメリカの会議場で通っていてもなく慣れずなりました。警備のお巡りさんたちもご苦労様です。うちの大学の学生たちも警察官になりたいと頑張って勉強している学生がいるので、またよろしくお願いいたします。一つ最初にちょっと宣伝させていただいてよろしいでしょうか。最近社会的共通資本としての水という本を、私とあとジャーナリストの正野敦子さんと梶原健二さんという若手の研究者の3人で書きました。これ、水の民営化とかいろんな問題扱ってます。で、水の民営化 TPP と関係なさそうでありそうで、あるのかないのかどうですかね。おととし麻生太郎さんがアメリカの CSIS に行ってアメリカで講演してですね、日本は思い切った構造改革をする、それがアベノミクスの第3夜の成長戦略であると。で、成長戦略って何ですかって CSIS のマイケル・グリーンさんに聞かれて何て答えたかというと、水道全部民営化します水道全部民営化して日本の何が成長するのかよくわかんない、それが成長の哲学だって言うんですけど、あなたの哲学が貧困なんじゃないですかと言いたくなってくる感じするんですけど、結局 TPP でやろうとしていることは万物の商品化、全てを市場原理に委ねろということなので、その一環として水も万物の商品化、水も商品なんですよね、商品で民営化したいということに、しようとしていて、その商品化の一環ということで定義でつながっていると思います。それで橋本徹市長は水の民営化ってずっと叫んできて、まさにやろうとしていたところで都構想が挫折したことによって潰れてくれればいいなと思ってるんですけど、まだまだ、麻生太郎さんが日本全国の自治体で民営化しますよと言ってますので、予断を許さない状況だと思います。で、 TPP なんか通っちゃったら、それはそういう動きもますます加速すると思います。で、社会的共通資本というタイトルをつけてるんですけれども、経済学者の宇沢博文先生が提案された概念で、宇沢先生と実は私去年お亡くなりになったんですけど、お亡くなりになる前10年間ぐらい一緒に宇沢先生と研究しておりまして、この前の本が社会的共通資本としての森という本を宇沢先生と一緒に、出されて、それ宇沢先生が亡くなった後の死後の感想だったんですけれども、宇沢先生亡くなる前まで最後まで訴えていたことが TPP 反対なんですね。で、経済学者っていうとみんな自由貿易推進で、自由貿易をすることによって全ての貿易相互に利益を受けるというのが経済学の基本原理で、それが動かしがたい定性、ドグマになってるわけですよね。で、その部分が小裸に唱えたのが例えばポール・サミュエルソンとかアメリカの著名な経済学者なんですけど、サミュエルソンの経済学の自由貿易のモデルってどうなってるかというとですね、貿易を自由化しても失業者は発生しない、で、貿易不均衡は発生しない、つまり貿易摩擦も発生しない、各国の賃金水準は一定の値に収束していく、
全ての国がですね、一定の賃金水準に就職していく。例えば日本とバングラデシュ、どのくらいの賃金格差があるか分かりませんけど、貿易を自由化すれば日本の賃金もバングラデシュの賃金も同じ値にこう収束していくというようなモデル で失業も発生しないというモデルで自由貿易を正当化したのが例えばサミエルソンですよね。でこんなこと大学の授業で教えてるんですよ。バカバカしいと思いませんか。でそれがまあ新古典派経済学なんですけど、でサミエルソンがそういう、定義を証明したっていうんですね。で宇沢先生はその後すぐ何をやったかっていうと、そんな定義間違いである、サミエルソンの論文にすぐ反論する論文を書いてるわけですよね。じゃあその宇沢先生の論文が経済学の教科書に載ってるかっていったら載ってない。でサミエルソンの自由貿易を推進するあの定義だけが教科書に載っていて、でそれに反対する経済学者っていうのはいっぱいいるんですけど、教科書には載らない。で結局あの誰がアメリカの教科書、経済学の教科書を作って世界中に輸出してるかって、やっぱりアメリカの覇権があって、アメリカの覇権にとって都合がいいからサミエルソンの理論も使われるわけで、それに反対する経済学者がいかなく理論を作ったところで教科書から排除してしまうことによって学生には教えない。で、まあ、そういう、まあ、あの都合のいいモデルでですね、あの自由貿易っていうのは肯定されてきた。で宇沢先生の話もうちょっとさせていただきたいんですけれども、あのお亡くなりになる6日前に最後に提案したのが TPP 違憲訴訟の呼びかけになられて、それ亡くなる6日前ですよね。で TPP は違憲であるというあのことに賛成しますというふうにあの山田雅彦さんからの手紙に答えて、あの呼びかけになりますっていう手紙を奥様の代筆で書いていただいて、でその6日後にお亡くなりになって、で宇沢先生が最後に呼びかけたのが TPP 違憲訴訟ということで、もう最後の最後まであの全力を尽くしてその TPP に対する反対をあの続けておられた、そういう経済学者だったと思うんですけど、で宇沢先生あのですね、生前に一つやられたことで、あのローマカトリック教会のヨハネ・パウロ2世と一緒にですね、あの会直というあのカトリックのその重要文書ですね、会直をあの出すアドバイザーになってるんですけど、その会直のタイトルが確かですね、あの社会主義の失敗と資本主義の弊害みたいなタイトルだったんですね。でどういう状況で出されたかというと、ソ連が崩壊して、まあ、社会主義体制のいろんな歪みが明らかになってですね、であの社会主義が終わった、これから資本主義の時代が万歳って言ってた1990年代に資本主義このままじゃ危ないよ、資本主義の弊害っていうタイトルを出して、ヨハネ・パウロ2世まさにこのままいったら資本主義大丈夫なのかっていうふうに宇沢先生に何回も聞いてきたっていうんですよね。資本主義このまま暴走したらやばいんじゃないのかということを90年代初頭に考えていて、で宇沢先生に呼んで、その新しい会直を出した。でそのカトリックがつい最近新しいその会直を出しましたけれども、このままだと、地球の生命はあの恐竜が滅びて以降、恐竜が滅びたのが5回目の大絶滅だったんですけど、地球の史上で6回目の大絶滅期に今入ってしまっていて、このままだと人類の存続自体がやばい、危ないという会直をローマカトリックが出してますよね。でそのくらいで、それを生み出した原因というのがまさに宇沢先生がローマあのヨハネ・パウロ2世と一緒に書いた、3世と一緒に書いたその資本主義の弊害が突っ走っていった結果、誰も止めなくて、90年代、2000年代、2010年代、誰も止められなくて、ずっと突っ走ってきた結果、そうなっちゃって、このままいったら、今生まれてくる子供は、もしかしたら人類の終末を見るかもしれないと言われてるくらいの状況です。で、なんでじゃあ、生物がこんなに大絶滅してるのかといったら、金儲けのためにですね、熱帯魚を全部切り払って、それを全部プランテーションに変えて、全部焼いてしまって、そこに住んでる猿は住めない、虎は住めない、野生生物は絶滅していくということで、これあの、ネイチャーに載った論文なんですけど、世界の生物種の絶滅の、動物の絶滅の理由の 30% は国際貿易、金儲けのために、輸出のためにですね、木魚焼き払って、関係作物を栽培したりですね、いろんな金儲けのことが生物の大絶滅につながっているというのはもう、論文でもネイチャーにも載ってるくらいなんですよね。でそれをまさにさらに推し進めるというのが TPP ですよね。まさにそれは資本主義の弊害が突き進んでいった結果、最後に、人類の終末を見るかもしれないとローマカトリックが心配するくらいの事態を加速させる。でも人類はもう発狂して自ら破滅の道に進んでいるんじゃないかと言いたくないんですけれども、この間の過程を見ていたら、誰もが心配して懸念していたのに誰も止められずに、金持ちたちがですね、金を買収して今回の上院会議みたいにですね、金をどんどん献金して買収していって、理性なんて全く止められないような破滅的な暴走を続けてます。で誰もが止めたいと思っている人はいっぱいいるんだけど、その声は通らずに一部の億万長者のですね、金持ちの意見だけが通って物語が決まっていく。もう残念ながらこのままいくと悲観的な思いをせざるを得ない、もうどんな保守的な人たちだってそう思わざるを得ないような
道に進んでいる。で、かなりだから悲観的な気持ちでいるんですけれども、ただ希望があるとすれば、その一部の金持ちたちはすでに多くの人たちが気づいている。彼らの支配によって私たちはここまで苦しめられていてですね、小山物世代に地球を残してやれないんじゃないか、そんな状況に追い込まれつつあるということを多くの人が気づいているということが希望だと思います。最後まで希望を捨てずに諦めずに、力を振り絞っていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここでちょっとこの笹のことをもう一回触れましょうかね。皆さんありがとうございます。いろいろと願い事をたくさん書いてくださっていて、後でちょっといくつか読み上げますね。たくさん願いが書いていただいて、でまだの方はぜひ、後で回りますので短冊に書いてください。で2回目3回目というのも結構ですので、ぜひ書いてください。それではですね、続いてスピーチをしていただきたいと思います。この官邸前アクションの実行委員の一人でもある松田佳子さん、お願いします。皆さんこんばんは、佳子です。また相変わらずマニアックなお話をしたいと思います。で、今日はいろいろその TPA 法案が通っちゃってがっかりみたいな、雰囲気もあるだと思うんですが、だけどその2ヶ月間ですね、いろいろ話をこうウォッチしてきた人だったら分かると思いますけど、なんかいろんな為替情報だとか人身売買の修正はどうなっちゃったのって皆さん行方を知りたいんじゃないですかね。そう思って今日はその話をしていきました。で、まずですね、言わなきゃいけないのが、前回お話ししたときに、これ今何をやってるかというと、2015年、通商法っていうものを作ってるんですよっていう話をしました。で、その2015年通商法の中に何が入っているかっていうと、まずその TPA ですよね、ファーストトラック権限。で、あと次に TAA プログラム、これは労働者のために、貿易、自由貿易をしたら、失業者が出るだろうから、その代わりに、新しいその産業とかで、雇用が増えるから、そっちに移行するための、補助金を出しますよとか、あと失業中の、保険金をちょっと免除しますよとか、そういうような TAA ですね。でそれとあとはそのアフリカとかハイチとか、アメリカとして、関係が深くて、結構苦しい目に遭っているようなところに特別に関税を避けてあげますよみたいな、特権法っていうのを見て、でもう一つが、これは税関法っていうのがありまして、それでこちらにも為替のこととか、貿易に関して強制的な、ルールっていうものをどういうふうにするか、誰が責任を持ってやるか、そんなことを決める、のがあります。でこの税関法っていうのは上院と下院を通ってはいるんですけれども、実は両方で文言が違うんですね。なのでこの文言が違う以上は文言を一緒にしなければ統一になりません。でそのために、両院評議会というものを開いて、でそれが通らないと、その税関法というのが、成立しませんという今状況です。でなんでこの税関法というのが、こんな風に分かれてしまったかというと、ここはちょっと別に知ってても知らなくてもいいのかなという、情報なんですけど、最初に提案した時にありますよね、税関法4月の21日ぐらいに出したやつですけど、それが、上院と下院で同じものを出したのに、ちょっと違う内容で同じような内容 の上院はエンフォースアクトっていうのが出て、下院はプロテクトアクトっていうのが出ちゃったんです。で最初からすり合わせときゃいいじゃんっていう話なんですけど、なんかそのエンフォースアクトもプロテクトアクトも それぞれの上位と下院で、俺のを出せ、俺のを通せっていう議員がやっぱりいるので、勝手にじゃあ一緒にしましょうってできないわけです。
なのでさすがアメリカだなっていう感じで、一緒にすれば早かったのに、別々のものを出したので、それをその領域評価にかけなきゃいけないっていうことがもう結構早い段階で決まったんですよ。でそこでこれからがずるいんですけど、じゃあもうしょうがない、これはまあ税関法の領域評価はしょうがないとしましょう。でも TPA 法案も TAA プログラムも特権法もそれはね、両方で修正案を出すわけだから違うものができてくるはずですよね。で実際違うものになるはずなんです。ところがその、TPA 法をなるべく早く通して成立させてしまいたいっていう勢力が、いるんですね。その人たちが、まあ、指導部で偉い人たちなんですけど、その人たちがなんともう、TPA と特権法と TAA はもうとにかく同じにしてしまって、違いは全部その税関法に入れちゃおうぜというふうに決めちゃったんです。わかりますよ。ということは、TPA 法案は通りましたけども、実は、その税関法の中に入っている、912条というのがあるんですけど、その中身が、その両院評議会で決まると自動的にというか決まって、下院と上院で投票を受けてそれで成立するんですけど、その税関法が成立すると自動的に TPA 法案も修正されるっていう、そういう、複雑なことをやってるわけです。でじゃあその912条に何が入ってるのかっていうと、ここでやっとですね、その人身売買条項とかが出てくるわけです。でこの人身売買条項って一体何なのかっていうと、アメリカが、貿易交渉、自由貿易交渉をして協定を結んだ場合に、もしそのファストトラックがなかったらものすごい、複雑な手続きを踏んですごい審議が長くなっちゃうねっていうことが、問題だから、じゃあファストトラックにしましょうかっていう話だったんですが、相手国が人身売買に対して、ちゃんとした、対応をしていないっていうことが、判断されたらば、そこの国との貿易交渉に対してファストトラックを適用しないっていう、条項を入れたんです。それは入ってしまっています。今でじゃあその人身売買に対して、ちゃんとやってない国っていうのは、どういう国かっていうと、TPP 交渉の中にマレーシアという国があります。でマレーシアはその、人身売買条項にちゃんと立ち向かっていませんよっていう、国の、一つになるわけです。でということは、TPP 今の現段階ではTPP が、妥結したとしても TPP の中にマレーシアが入っているから、なんかこうファストトラックできないわけです。でファストトラックができないっていうことはどういうことかっていうと、妥結をしたのにアメリカに持ってったらアメリカの議会がいろんな、こういうふうに修正しろっていうふうに言ってくるわけです。要するに再協議を訴えてくるということなんです。で再協議をさせないために、TPA を取らせた、取らせたというか取らないと交渉が進められませんよって各国言ってたのに、実際TPA は通ったけども、その中に、マレーシアが入っているがゆえに、今のままだとTPP はファーストトラック の対象にならないっていうことなんです。すごいでしょ。で、マレーシアだけ外すということはないんですかっていう質問があったんですが、マレーシアだけ、外すということはそれはありだと思います。で実際マレーシアもうそんなだったらやめるって言ってやめるかもしれないですよね。ただ、マレーシアっていうのは結構その TPP の中では、日米が大きいですけどマレーシアも結構大きいので、そういうことになると他のところも、我も我もっていう感じになってしまうかもしれないし、まず、その両院評議会は7月末までにやりますと言ってますが、
その7月末っていうのは実はその TPP の大筋合意の、まあ、タイムリミットでもあるわけですよね。で、他の国は、マレーシアは当然ですけど他の国もそんな風だったらちょっと、本当に妥結できないよね。その領域評価の結果が分かるまでと税関法がどうなるまでどうちゃんとどうなるか分かるまで TPA がどういう風になるのか分かんないわけですから、まあ、TPA がないのと同じなんですよ、まあ、ところが日本政府だけはなんかああよかったねとこれでなんとか、まあ、多分彼らは分かってますから分からず言ってるわけじゃなくて、なるべく早く、妥結しないといけないと思ってるのでそういう風に言ってるだけなんですよ。彼らはすごく優秀だから、でも私がなんか何日かかけて読んであそういうことだったのかって思うようなことも多分ねすぐ分かるパーってあこんなこれならダメだなってすぐ分かってるはずなんです。なのでまあ、ちょっとその、ね、今年の臨時国会で国内法整備をとかそんなことを言ってる場合じゃなくて、ちゃんと、その税関法をがどうなるかっていうのを見守らないと TPP 交渉は前に進んではいけないんじゃないでしょうかっていうのが今日のお話です。はい、ありがとうございました。だんだん暗くなってちょっと雨を最初よりも降ってきましたけども、なんとか雨を止めようという気合も入れながら進めたいと思います。それではですね参加している方の中での1分スピーチというのをやりたいと思います。ぜひアピールしたいという方こちらに、はいどうぞ、他の方もいらしたらこちらの方に出てください、ね、じゃあこちらお願いします。せっかく官邸前、議員会館前にいるんですから、議員に強く言おうと思っていたのですが、それ以上に、この映像を見ていらっしゃる、何人いるか分かりませんけど、方たち、なるべく大勢の方たちに私は言いたいと思います。今まで TPP の交渉、1年以上、何年もやってる中で、政府はどれだけ譲歩してきたでしょう。今まで最初ですよ、最初はもし日本の国益、政益が守られないんだったら交渉から降りるとはっきり言って始めた交渉のはずです。秘密だということをいいことにそのままどれぐらい譲歩してるのか漏れ聞くのは外国からの情報ですが、このままでは蓋を開けたらどうなるかっていうことに不安を大きくせざるを得ないんじゃないですか。これに直接利害のある皆さん、私はちょっと想像で言ってしまいますけれども、例えば農業の関係者の皆さん、多分保守系を与党している方が多かったと思います。 TPP に関する不安をもしその議員に言ったとしても大丈夫大丈夫悪いようにしないから任しておいてかなんか言われてそのまま不安なまま今に至ってるという方も大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。はっきり言ってそれはなめられてるってことじゃないですかね。蓋を開けたらいやー悪い悪い頑張ったんだけどここまでだったよとか言われて終わりではとてもそれでは取り返しがつかないじゃないですか。なめられてはいけません。今あそこにいる官邸前にいる議員会館にいる議員たちになめられてしまってはいけないと思います。もっと大きな声、この交渉どうなってるんだろう声をもっと大きな声を大きな声を上げていかなくてはならないと思います。ぜひこれをご覧になっている皆さん、これをお聞きになっている皆さん、声を上げていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。他の方いかがでしょうか。ぜひ喋りたいという、はい、どうぞどうぞ。
か安倍首相は2012年の総選挙の時に TPP は参加しませんとこうやったので、 TPP は自民党はやると言ってるけど自民党はやりませんよと言って、それしていっぱい票をかすめ取って総裁になりました。なった途端に TPP 参加すると言いました。で、その次にはその重要5品目農業のそれについて理事会得られないときは撤退する、前の方も言ってましたけどそういう約束だったんですけど、参加する前はなんだっけ、とにかく参加したら今度はそれは秘密交渉だから話せません、参加する前は前で具体的には参加してみないとよくわからんと言って話さない。で、参加することにしたら今度はこれは完全秘密交渉の交渉事だからだからそれは国会にももちろん国民にも話せませんと言いました。なんか特定秘密保護法先取りみたいなやり方でそれで進めてきました。で、TPP に関して私はあんまり詳しくはないですが聞き限ってみるとなんかいろいろ国民にとっては差し障りの多い事柄があるにもかかわらず、しかもアメリカは一部国会議員に対してはその条案の今の進めている状態について、資料を読んでもいいですよって国会議員に開示してる。でも日本政府は一切開示しようとしない。で、何もかも秘密のまんま、私はだからこれは日本政府は日本国民をアメリカの大企業に売り渡そうとしているんじゃないか、身売りしようとしているんじゃないかとそう疑ってしまいます。そういう疑いを持たれたくないならば全部の交渉過程を甘利さんは公開すべきだと思います。はい、ありがとうございました。他の方いかがでしょうか。短くても大丈夫です。いいですか。大丈夫ですね。はい、じゃあ、はい、ではですね、ちょっとここでもう一回コールをしようかなと思います。ちょっと雨も降りますが一人前の方がおっしゃってくださいました。とにかく声を上げていこうということで、はい、大きくやりましょう。じゃあ、よしこさんお願いします。はい、じゃあ、大きな声でいきましょう。いきますよ。TPP はいらない。 TPP はいらない
うございました。あの太鼓のお二人本当にありがとうございます。盛り上がりますね。はい、あの今コールをしながらですねふと思ったんですが、実はこの探偵マンアクション始めたのが2012年の8月でした、ですからもう丸3年だなって思いながら、何回今のコールをですね、官邸前や臨海館に向かって言ったかなっていうふうに、あの怒りをふつふつと感じながら思い出しました。それではですね、あの今日7時半までなのであと30分になりますけれども、続けていきたいと思います。次はですね、あのまさに太鼓を叩いてくださっていた築地の中澤さんが自分であの登場の太鼓を威勢よくやってくださってありがとうございます。本当に器用ですよね。すいません、築地の中澤です。実は TPP は、初めの頃はずっとウォッチしてたんですけど、言葉ちょっとサボっていろいろありましてサボって、ウォッチしてないんでよくわかんないんですけども、やばいっていうかな、結構築地の話どうなんだろうね、わかんねえんだよね。さ TPP あその前のもう WTA のね、それこそマップの頃からこの手の話ってのはもうやばいんだやばいんだって散々煽られてね、大体自爆するんですよね。でそのぐらいやっぱり反対の声はやっぱり根強いんだと思うんですよ。で、まあ、日本の場合はその反対の声が、ね、ちょっと小さいんだけど、それでもねやっぱり地方行ってあれだけ保守と言われる人が反対してるっていうのはやっぱり、ね、大変なことだと思います。今、九州電力でもなんか大きな動きだったりとか、それから連日ね、戦争法制に反対する声が上がってますけど、TPP とおそらく関係が非常にあると思うんですけれども、今ね東京ローレンの方もおいでになりますけれども、特に今ねこの状況で一番失敗してるのはあの農業の解体ですね。これが私一番心配してます。これ TPP とも多分大きく関係があるんだと思います。共同組合とかね、そういったみんなで助け合う、みんなのものはみんなのものにしておくための組織が、否定されて、そこに資本の論理、資本の論理じゃない資本そのものが、入り込んでくるということですね。で今戦争法制の反対には随分人が集まるようになってますけども、私が一番戦争への道だと思うのはこの農協の解体です。この間実は築地の問題でシンポジウムをやったんですけれども、その時に、まあ、私がリクエストしまして、三国秀美先生、農学博士も、広島大学の名誉教授の方ですけれども、実はおっしゃったのは、築地市場の移転はこれはもう戦争への道なんだと。で それよりももっと戦争への道なのが多分農協の、解体だと思います。つまり国内の地域を壊してしまうともう日本の国内に投資の先がなくなるんですね。でそして海外へしかも投資ができなくなると、これはもう戦争の第一歩なんだと。それから地方が疲弊していろんなところに貧困を生み出すと、この貧困を生み出すということが兵隊を作っていくということにもつながるし、これが戦争の一歩なんですよ。日本をそういう形にしてしまうとこれね戦争法制がなくてもみんなが戦争を望むような、ね、国になっちゃうんだと思うんですね。で共同組合とかそういった、みんなのものが否定されて資本が入ってくると、これがあらゆる分野で起こるのがやっぱり TPP だと思うんですね。これもうぜひですね今まで通りですね、自爆してほしいし、我々もですねもう自爆 TPP で自爆するように、ありとあらゆる、場所で声を上げることが必要だと、思います。これ粘り強くね3年越しになりますかもうね、粘り強く本当にゾンビのように何度も何度も生き返ってきて、なんか本当にねゾンビを相手に戦ってる感じなんですけど、本当にもうあの木の杭をね胸に打ち込んで十字架でね、夜勤を押すまで、絶対最後まで諦めずに戦いましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしたらですね、まあ、今ちょうど農協改革の話も出たので、そしてあのすみません、旗を持ってくださっている方はあのその農協の全農連の、
アゼンキョロローレンですね。で、農協改革の問題をずっとご指摘、されている星野さんです、よろしくお願いします。突然指名されたので突然話しますが、全農協ローレンというところ の、 星野と申します。やっぱりさっき言われた通り、もう TPP と農協の解体っていったら、まあセットなんですよね。一つは資本が入ってくるために協同組合邪魔だよ、それはあります。でもう一つやっぱり政府が思ってることは、TPP が入ってきたら、もう試算が出てる通り農村農業はえらい被害が出ると。だからこれは放置してるとさすがに批判が強いよねってこと で、 それで強い農業、強い農業ってのはいろいろ言い方ありますけど、一つは輸出をすると、そういうその規模拡大、強い農業作りをやるんだってことで、農協をもうちょっとなんとか株式会社的に頑張れよと、こういう言い方でもって農協の解体改革をするんだってことが、一つの理屈だろうと思いますよね。じゃあそれで日本のね、この狭い国土で、強い農業なるものが、要するに輸出農業っていうのはできるかって言ったら、それは一部はできると思いますけど、そんなこう国内のね自給率を、目標を下げましたよね。自給率の目標、国内は下げて海外に何とかしようっていうのは、こんな他力本願な政策でいいのか、こういうふうに私思うし、大体国民のほとんどがやっぱり自給率を上げてほしい、国産のものは食べたいっていうふうに思ってるんだから、それをストレートにちゃんと話聞けようと、そういう政策取れようと私は思うんですよ。でそれをいやちょっとこう無理な目標だねなんて言いながら自給率目標を下げて、その代わり輸出を頑張ろうなんて、こうちょっとね一体何なんだというふうに私は思ってます。それからさっき、国会議員は地域の私たちも舐めてんじゃないのかという発言がありましたけど、僕もね正直そう思いますよ。この間国会議員の先生方のところに要請っていうことでね、農協改革、大企業本位、アメリカの言い分による農協改革おかしいんじゃないのってことと、やっぱり TPP も国会決議、破ってんじゃないの、公式には出てないけどもう踏み入ってんじゃないの、どうなのっていうことで、だったらやめましょうっていうことを要請言ってます。そうするとですね、与党の先生方は結構いい加減ですね、本当に、なんとかなるんじゃないかっていうものがもうすごく適当なこと言うんですよ。例えば自民党のですね、あんまり名前言ってもしょうがないから、北陸のある代議士の先生はですね、その秘書でしたけど、こんなこと言ってましたね。いや俺たちはそんな悪いようにしようなんて思ってない、思ってるか思ってないか問題じゃないですね、実際そうなるかならないかが問題なんですが、俺たちは悪いようにしようと思ってない、とにかくそのつべこべ言わないでやらせてくれよと、こういうこと言うんですよ。秘書の言うことだからね、その先生と思いとちょっと違うのかどうか分かりませんけど、しかしこういう調子ですよ。でそれから ある、あるってことですね、公明党の、与党のねところに、要請に行った時は結構こう大物の議員のところで秘書だったんですが、今その戦争法やなんやらで、いろんなことを野党がつついてくると、だからなかなか国会が進まないじゃないかと、だからとにかく前に何でもいいから進めることが大事なんだから、あんまりこう細かく言うんじゃないと、こういうことをね、よく言う、そんなことを秘書が言うなと思って、黙って要請書を受け取ってりゃね問題にならないのに、そんなことをね言ってくるんですよね秘書が。これははっきり言うと要するに要請に行ってる私たちを舐めてるってことですよね。その態度が秘書にも表れてるなってことでね、はっきり言ってね腹が立つというより呆れたというか、で今支持率が、安倍さんの支持率が下がってるぞと、こういうニュースがあります。私たちはねやっぱり舐めるなと、ちゃんと声聞けというためには、こういうね具体的な数字で、ね、揺さぶっていって、それで、ちゃんと声聞かせると、で大体ねこうしっかり丁寧に説明してもまず聞く気がないですから、聞く気にさせるというためにはしっかりこう具体的な数字で揺さぶりたいと私なんかは思っていますし、そういう運動をやっていきたいなというふうに思ってます。 T
TPP 反対、それから農協改革も私は反対ということで頑張りたいと思いますので頑張りましょう。はい、ありがとうございました。本当にそうですよね。それではですね、ここでさっき予告した皆さんの短冊の紹介というのをちょっとだけしようかなと思います。安田さん、全部ご紹介するのはちょっと無理だと思うので、ちょっとピックアップしてお願いします。じゃあいくつかご紹介します。王国政権 TPP 加入はやめろとか直ちに撤退、ストレートに要求を伝えていますね。それとか医療農業が TPP で破壊されませんように、 TPP 反対、モンサントは認めない。そうですね、モンサントの認識みたいなあれも非常に心配です。暮らしを壊す TPP はいらない。あとは、アメリカは民主主義を尊重するなら日本国民の主権を認めようというのもあります。アメリカは、ね、一応民主主義の国っていうようなことをよく言って、例えば中国は民主主義的でないとか批判したりとかするわけですけれども、その本当に表面的でしかないですよね、アメリカの民主主義っていうのは。ですので本当にその民主主義っていうことを標榜するぐらいだったら、ちゃんともっと本当の民主主義を実践してほしいですね。で、アメリカ国民の主権も日本国民の主権も守ってほしいというのは本当に最もだなというふうに思います。国会議員が TPP の危険性に気がつきますようにというのもありますね。未だに気がついていない人が多いじゃないかっていうふうに思っている国民が多いということですよね。国会議員の方々は反省していただきたいと思います。あと、まさか米国議員で、米国の下院で TPA が通るとは思わず絶望的な気持ちで参加しましたというようなものもあります。人類は破滅に自ら進んでいますというような警告もありますね。さっきの関さんのお話とも通じます。気をつけましょう。公約違反の正当はいらないというのもありますが、まあ、私としてはこのベストはやはりこの TPP は流れ星となり消えてくれというのをこのベストの願い事としたいと思います。この短冊のようにこの世の中に現れてみんなの目にも触れたけれども、さーっと流れて結局は消えていったというふうになってくれるようみんなで祈りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんか予期せず選評会みたいな感じになって、最後の本当に流れ星っていうのは私もいいんじゃないかなと思いました。それではですね、もう一人スピーチをお願いしてます。さっきコールをやってくださったポストマンさん、はい、今度はスピーチをしてくださるということでお願いします。はい、皆さんこんばんは。郵政産業労働者ユニオン郵政ユニオンのポストマンであります。そしてまた阿部ちゃん久しぶりだよ、やったかんね。さて、4月28日から久しぶりとなりましたが、郵政ユニオンも皆さんと同じようにさまざまな戦いを続けてまいりました。6月17日と18日にはですね、郵政本社前で共同キャンペーン、そして郵政の全葬儀の解決を向けた要請行動を行いました。雨で午前しかできなかったんですけれども、17日には郵政本社前で座り込み、18日にはちょっと1時間だけ短くなったんですけれども、郵政本社前で座り込みをして私たちの主張を訴えました。こういう時はいつもですね、監視に管理者が出てくるんです。出てくるとか郵政本社前に張り付いているんで、
その管理者を退屈させないようにと思いまして、今日はおられないんですけれども、平井よし子さん、そして山本太郎さんのですね、国会での質問の録音を流しました。そしたら管理者は何とかしてやられたという顔をしておりました。それだけではありません。17日にはですね、記者会見を開きまして、株式上場に関する私たちの提案を発表いたしました。また18日にはですね、先日に強制上場された朝鮮人の貯金の未払い問題、それと過労死死問題に関しての懇談を国会議員と持ちました。さて、今日はですね、17日と18日に話したことなんですけれども、ある郵便局のですね、あ、すいません、古賀郵便局のなんと局長のですね、パワハラについてお話しします。はい、年賀はがきのですね、ノルマがね、ひどいってことはもう新聞で報道されてご存知だと思いますけれども、夏の初中ぐらいのハガキ、カモメンって言うんですけどね、これもすごいノルマがかけさせられてるんですよね。で、ノルマが達成できないと、なんとぐちぐち言われる、ひどい目に遭わされる、そんな事例がですね、我が郵政ユニオンの本部に報じられてきます。で、古賀郵便局の局長はですね、目標が達成できない会社員を呼びつけますね。何と言ったか、驚きますよ。俺は前に人を一人殺しているんだ、分かってるだろうな、今日売ってこないから、売ってこなかったら今日は返さないぞ。これ悪いですけど、まともな人間の言うことじゃないですよね。あの郵便局長よりどっかの川の羊が入った業界のあの人たちのあの文句じゃないでしょうか。そうです、この古賀郵便局長はですね、埼玉新都心局のですね、 A さんを過労死死に追い込んだ人物なんです。そしてそんな人物がですね、出世する、部長から局長になりますよね。普通だったらあの部下自身追い込んだわけだから、反省するわけだからね。それでもかかわらず、人が死のうが 何しようが、どのまま達成できればいいということで出世させたんです。そういった日本郵便の姿勢がですね、いろんな問題を起こしております。まず慢性的な人員不足を解消しておりません。そのためにですね、郵便物の遅れが問題となっております。今まではですね、昼前に届いていた郵便物がいつの間にか夕刊を受け取るときに配達されるようになった。そういうとこじゃありません。あれ、夕刊にもないから今日の郵便物はないだろうなと思って朝刊を見たとき、郵便物が配達されるということが多くなってきております。またですね、旅行とかいろんな用事で郵便物の留め置きを頼みますよね。ところが帰ってみたら配達されてないはずの郵便物が入っていた、そういう問題が起こりつつあります。また山本議員がですね、国会の質問の時言ったように、
通って何時間貯金してもですね配りきれないような郵便物を持たされる。で、持たされ、うん、配れない場合はですねもう出席するんですよ。それが怖いから郵便物を自分のロッカーに隠していた、そういう事件が発生しております。おかしいですよね。私たちを信頼してくれるお客様のために私たちは仕事をしています。そんなこと考えずに自分のノルマが達成できれば部下が死のうがどうなろうが知ったことじゃない。さてこんな職場になったのは郵政民営化、それが引き金です。そして TPP はそれをもっともっともっとですね強く推し進めようとするものに他なりません。そうなったらどうなります。今ではですねパワハラだけじゃないですよ。職員同士のいじめが横行してですね崩壊寸前の郵政の職場が崩壊してしまいます。それだけじゃありません。お客さんに対するサービスはますますないがしろにされてしまいます。そうさせないためにも私たち郵政ユニオンは皆さんと一緒にこれからも戦っていきます。共に歩を進めていきましょう。はい、それではあの行動をやらせてもらいますのでご協力ください。その前に一言、戦争を進める人、 TPP を推進する人、共通してるのは自分だけ良ければいい。他人の痛みは分からない。そして自分を正当化するためならどんな嘘でもつく、つまり人でなしの恥知らず。そんな奴らに私たちの怒りの声を届けましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ暮らしを壊す TPP はいらない。暮らしを壊す TPP はいらない。第一条優先の TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。
とうございました。それではもうほんの少しだけになってしまいましたが、もう一人、スピーチをしていただきたいと思います。選挙労連の副委員長の鈴木さん、お願いします。皆さんお疲れ様です。選挙労連の鈴木と言います。戦争法は今議論されていますけれども、3人のですね、憲法学者が、与党推薦含めて全て違憲だと断言しました。他の憲法学者も3人除いて全ての人がですね、違憲だと言っています。法的な根拠が失っているにもかかわらず、なおこの憲法違反の戦争法を通そうと、農業改革法案も同じです。農業生産者の所得を上げるんだと言ってですね、法律を提案していますけれども、どこにもそんな保証がない。そもそもその立法的根拠そのものもですね、失っているというふうに思います。 TPP も同じです。安倍首相はなんで TPP に参加するのか全く説明責任を果たしていません。例えば農林水産省でいうと、もう3兆以上のですね、農業の分野での生産が減るという試算を出しているにもかかわらず、これをご利用しようとしている。全く同じです。誰を向いて、政治をしようとしているのか。先ほど4月28日という日が誰からおっしゃいましたけども、4月28日は安倍首相がアメリカに行ってオバマ大統領に新ガイドラインをですね、決めて、そして国民にも提案してない戦争法を通すといった、もう明らかにですね、日本の大資本とアメリカの大資本、そしてアメリカのためにこの TPP を通すんだということが明確になっています。ギリシャは自らの手で国民投票で自分たちの方向を決めました。今求められているのは国民の声を聞いて日本国民のために真と政治をすることだというふうに思います。先ほど TPP のこの首相官邸前行動をやってからもう丸3年ということでしたけども、なんでここまで持っているか、これは私たちが戦っているからです。そしてアメリカでも世界中で TPP 反対で戦って、この国際的な連帯が今まで来ているということです。さらに世界の人々と連帯をして TPP を漂流させましょう。流れ星となって流しましょう。以上です。ありがとうございました。それではですね、一般スピーチで今駆けつけてくれた方がどうしてもということなので、ぜひお願いします。皆さんこんばんは。東京都トラック協会青年部の斉藤と申します。我々東京都トラック、全国のトラック協会 TPP に反対しております。TPP と言いますか、新自由主義と戦っておりまして、例えば先の大阪都構想でも大阪のトラック協会は反対に回りました。私自身もですね、ゴールデンウィーク大阪行って反対活動してきましたよ。当然トラック協会、全国のトラック協会 TPP に大反対しているわけでございません。TPP に入ると、うちの社長曰くトラック協会も潰されてしまうそうですよ。そんなことあっていいんですか。いいわけないでしょう。というわけでトラック協会も TPP の戦っていきますので、どうかよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。TPP いろんな分野でこう連携して反対してきたんですが、すごいですね、力強いですね。トラック業界がもう今日一気に仲間になったぞっていう感じで頑張っていきましょう。ありがとうございます。それでは7時半までに終えなければいけないんですが、ちょっと私からですね、少しお話ししてということにします。私この間ですね、アメリカの TPA などもウォッチする中で、やっぱり凄まじいですね、多国籍企業の思惑というものが
まあ、ここまで、来ているのかということを強く、実感させられました。例えばですね、TPA 法案に賛成をした上院下院の国会議員たちにはすでに今年の1月からですね、TPP を推進する大企業からもう多額な献金キャンペーンというものが行われて、数百万ドルというですね、額の、お金が注ぎ込まれている。つまり TPA に賛成するんだろうなとしてくれと。そしてでなければ来年実は大統領選もありますが、アメリカは国会議員の選挙もありますので、次の選挙で応援しないぞということを言われながらですね、非常に多くの議員たちが献金をもらってきているわけですね。で、それはどういう目的に最後たどり着くかっていうとですね、それはもちろん日本の市場を狙っている企業ばかりです。製薬会社もそうですし、農業輸出企業もそうです。今日ずっとモンさんとのバナーを持って立ってくださっている方いますが、モンさんとのような食物メジャーもみんなそうです。ですから TPA 取ったって話はですね、基本的にアメリカの国内の話ではありますが、大企業がそこまでの金を注ぎ込んでまでもですよ、通したい TPA、 その大企業の最後の目的はどこにあるのかというと、それはまさに私たちの生活、私たちの暮らしというものを、まあ、もっとぶっちゃければ私たちの金融資産と、あるいは消費力、購買力と言ってもいいんですが、そういったものであるという事実があると思います。で、最後にですね、私この間いろいろ頭にきて、日本政府が一体税金をいくら使ってきたんだろうということを、情報開示請求を、ご省庁にして出張旅費ですね、交渉会合にたくさん行ってます。で、丸2年間で一体いくら使ってきたと皆さん思いですかね。わかります？なんかもう答えを知ってる人が多い。すいません、いろんなところに発信しまくって。そうなんです、9億円なんですね。これ全部税金ですよ。そうですねまあですで、私はこの額がたくさんだってことはもちろん言いたいんですが、もっと言いたいことはですね、これだけ使っておきながら中身は一切秘密じゃないかと、何も知らされない、その不条理さ、無責任さ、不正義なんですね。ですから皆さん、このようないろんな事実をですね、もっともっと広げていって、おかしいよねって改めて訴えていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。4月七夕官邸前アクション、以上で終了したいと思いますが、一言だけ僕から、今7月が大きな山場というふうに言われてます。この責任は実は結構日本にあるんですね。アメリカで TPA 法が通りそうになった時に、まず最初に歓迎のコメントを出したのは甘利さんですよ。これで4月合意が現実的になってきた、可能だ。一方、同じような情報に基づいてチリやペルー、あるいはシンガポールの大使は何て言ったか、 TPA が通ることは TPP の妥結が近いことを意味しないって言ってるんですよ。このね、交渉のスタンス、日本はほら、アメリカの言うこと何でも聞くから早く合意しましょうっていうふうに聞こえません？ペルーとかなんかは、いや、そういったってアメリカの国内の事情は多少変わったかもしれないけど、交渉事はしっかりやるんだっていうふうに聞こえませんか？つまり合意が近いっていう形を作り出そうとしてるのが日本政府なんです。我々の政府ですよ。これをですね、やっぱほっとくわけにいかないっていうことを含めて、7月が大きな山場、そしてこの主導の下で今語られているのが4月23日あたりから主席交渉官会合が、あるいは28、29でそれに引き続いて閣僚会合があるかもしれないと、こういうあたりが語られている。我々の運動、そして日本政府の責任が非常に重要だと思いませんか、皆さん。なのでこの思いをやっぱり形に表さなくちゃいけないということで、
まだ正式にいろいろ発信してませんが、現在7月の22日の夕方5時から、国会議員会館前で、大きな、アピール行動をするということで今準備を始めています。近々この2、3日中にですね、正式に、いろいろ皆さんのところにもお届けできると思いますし、プレスリリースもできると思いますが、本当にこれまで TPP に反対してきているいろんな国内の諸勢力が集まって、それで国会へそして官邸へこの声を届けるという行動を今準備していますので、ぜひ皆さんも今からですね、22日の夜明けて戦争法案とかいろいろ連日こちらに来てらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、22日実はですね、大きい行動がない予定されてなかった日なんですが、ちょうどですね、23日から首席交渉官会合あるかもしれないという前の日、絶好の日にしたので、また TPP 行動を皆さんと一緒に行いたいということを、お知らせもして今日の行動を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。先生がこの後また行動される戦争法反対の皆さんのご協力にも感謝して、今日の行動を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。